Namiki, how's it going? The rainy season has come. Are you enjoying the season? I really hope so. はい、こんにちは。スマホ留学サポート講師の Namiki ゆうこです。お元気ですか？はい、本日から、いよいよ、駆動詞のレッスンですね、が始まります。でですね、本日はこのようなラインアップで、進めていきます、まずまずですね、なぜ人は駆動詞を軽視するのか、ここ気になりますよね、っていうのもですね、駆動詞って言葉初めて聞きましたってい こうお声があったんですね、前回のブログの後に、でですね、熟語っていうふうに捉えている方も多いですね。そしてこの熟語っていうのが危険なんです。っていうのもですね、単語帳、単語本を、一度は、手に取ったことがあると思いますが、もう熟語ってもうほぼほぼ 100% って言っていいぐらいページの後ろに載ってるんですよね。なのでもう単語帳ってもう最初の 3日で本当に飽きませんか？飽きますよね。もう3日で飽きるものを後ろのページに載っているこう熟語にたどり着くわけがないっていう感じですね、なので基本動詞プラス、前置詞の組み合わせっていうのがあるのは知ってるんだけど、まずその単語帳の後ろをもうページすら開けたことがないと思うので、もう見たことないですよね。となるともう会話で活用できているわけがないです。はい、なのでやっぱ熟語とか捉えて、こう軽視するのは、とても危険です。もうめちゃくちゃ大事です、駆動詞。はい、そしてネイティブ、もう実はよく分かってない駆動詞、これですね、この動画を撮るにあたって、アメリカ人の友達にですね聞いたんですね。何しようかなって考えてんだよね、レッスンでって、 Go off にしようかなって思ってる。で、ところで Go off ってどういう意味みたいな唐突に聞いたんですね。で、例えば、Go off 今回やるんですが、目覚ましが鳴るっていう時に Go off が使うんですよ。で、私その意味も分かってるし、会話で活用もできているんですが、改めてこのオフとは何ぞやと聞いたんです。そうするとネイティブのその友達はですね、一瞬こう動きが固まります。もうポカーンとしてます。いや、そんなことも一回も考えたことなかったと。そうね、ゴーオフ、アラームが鳴るっていうのは、時計から音が鳴って時間を教えてくれるんだよっていう言葉の意味の説明に入っちゃうんですね。いやいやいや、そうじゃなくって、それはもう分かってるので、ちゃんと会話でも使えるの、そういうことじゃなくって、 Go は行くでしょ、じゃあ Off って何、なんで目覚ましが鳴るっていう時の Off、 鳴るっていう時に Off が使われているのって聞いても、もうやっぱり答えられない、答えてくれない。で、彼女はもうかわいそうな私のために、オフを、人生初めてオフっていう言葉を辞書で調べてくれたんですね、目の前で。そしたら、ああ、ゆうここういうのがあった、 Away from a place っていうことらしいよ。それはなんとなくわかる、オフっていうのはどこかの地点から離れるっていう意味だよね。 Away from だよね。そうそう、わかるわかる。なんだけど、じゃあアラームが鳴るの鳴るは一体何から離れてんのこれって、これが知りたいのって聞くと、もうやっぱりポカーンとしてます。そんなの考えたことないっていう感じになるんですね。もう堂々巡りなので、はい。ですがやっぱり日本人としてはこの前置詞っていうのは厄介じゃないですか。もうネイティブに聞いても結局分かんないって言われるし、っていうのもすごく分かるんですよ。きっと彼女は
こう子どもの頃、目覚まし音が何か鳴るものが鳴って、朝が来て 目が覚めて、でその時きっとお母さんに「あ、目覚まし鳴ったよ、もう起きて」っていう言葉をかけられて、あ、この時計から音が鳴るっていうのがゴーオフなんだっていう感じで、その状況とその時に かけられた言葉を、まあ、一致させて、まあ、きっと子供って自然に言葉を習得していくと思うんですね。それ我々日本語をやってきてますよね、なのでゴーオフのオフが一体何から離れてるかなんてもう彼女にとってはどうでもいいんですよ。そうですが、まあ、英語学習者としてはやっぱりちょっと気になりますね、これが。ですので今回はこれ何から離れてるのっていうところをちょっと読み解きながら、3つの語オフを練習していきたいと思います。 Are you ready?